こんにちは、ジャパニーズドライバー藤本です。今回は父親が入院したためバッテリー上がりを防ぐためにトヨタマーク X を動かしました。その話です。私はプログレが気に入って10年乗っていましたが、このマーク X を運転するのは今回が初めてです。同じ古いトヨタ車同士ですが、どこか懐かしいそのセダンの乗り味はドイツ車とはまた違ったカルチャーギャップを感じるゆるさでした。古いトヨタのマーク X なんですけれども、まずシートポジションがよくこんなので乗ってられるなというようなポジションで、同じような体格の父親なんですけど、シートがめちゃくちゃ後ろです。それからハンドルがめちゃくちゃ遠いです。で、ガラス窓がちょっとホールで汚いんですけども、このまま乗ります。久しぶりのトヨタ車なのでちょっと緊張しますね。で、サイドブレーキは懐かしの足踏みです。リリースをもう一回踏み込んでと。トヨタの車には時々乗るので、まあ、レンタカーですけども、で MR2 に乗っていたこともあって、一応トヨタの操作系の文法というのはある程度わかります。ただこういうトヨタのセダンにカローラ以外で乗ることがめったにないので、あ、ブレーキはちょっと踏んだ感じはやはりスポーツカーとは違って、なんていうんですかね、ガツンとは効かないですね。まず自分が乗っている911やそれから NA のロードスターに比べると、アクセルのレスポンスがものすごく、なんていうんですか、曖昧というか、リニアに反応しないのがよくわかります。おそらく、運転席以外に乗っておられる方はこういう車の方がそのギクシャクとした感じの動きがないので乗り心地はいいのかなとは思いますけれども、運転している本人はちょっとストレスを感じてしまうようなアクセルのレスポンスですね。これ慣れていれば多分何も思わないとは思うんですけども、ちょっとこっちへ入ってみます。まずブレーキの効きも悪い、まあ、この個体が悪いのか、それともまあこういう味付けなのか、ちょっとそこまでは分からないんですけれども、なんとはなくなんですけど、スポーツカー好きな方以外はおそらく車ってこういうもんだと思っておられるように思います。で、アクセルを踏んでからエンジンがうーんと言ってるんですけれども、そのうーんという音に応じてスピードが上がるかというと、そんなこともなく、とりあえずうーんって言ってる感じです。この感じですね、うーんっていう感じ。ちょっと口元のマイクだけなので、このエンジンの感じ伝わらないのがちょっと残念ですけれども、それとカーブに入っていく時のなんていうんですかね、不安感がポルシェよりはだいぶあります。ポルシェだとこのままノーブレーキで曲がれるようなスピードなんですけれども、これこういう感じだとやっぱアクセルじゃないわ、ブレーキを踏みたくなります。こういうところですね。これポルシェだったらほぼブレーキ踏まずに曲がれるんですけれども、でこのぐらいの段階でもうすでにエンジンがうーんって言っててスピードが上がってないのがよくわかります。これ今何速に入ってるのかな、ちょっとこの車の年式がいつのやつなのかは後でちょっと車検証見ないとわからないんですけれども、古いからなのか何なのか、もちろん悪い点ではないんですけれども、このアナログのメーターが結構遠いところ
遠いというか、クボンダ向こうの方にあって、視線移動はある程度あるんですけれども、ただ焦点の移動があまりないような気がします。そこを考えて作られているのかなという感じです。ある意味年配の人向けに作っているとして、ある程度年齢が高くなってくると、近いところ遠いところを繰り返すと焦点がとっさに合わないんですけれども、そこがちょっと考慮されているような気もします。上り坂でアクセルを踏んだ時にリニアに反応しないので、これはずっと乗ってると疲れますね。こういう道は加減速を繰り返さない、まあ言ってしまえば高速道路そのまままっすぐ走ってるような、そういうところだとなんとか乗ってられますけど、細かいところが気になる人にはちょっとこれは無理かなという、まあもちろんそれはスポーツカー好きに限った話なんですけども、こういうコーナーですよね。スピード落として、あ、ハンドルもシャープには曲がってくれないですね。おそらく無意識のうちに切り増してるんだと思うんです。こう切った時に足りないから、ちょっともうちょっと切るという。この先一時停止です。はい、私の好きな道なんですけど、車買ったらテストドライブに来るんですが、ちょっとようやくこの車のコツがつかめてきたので、アクセルは、リニアに反応しない分、ちょっと最初から踏み込んだような位置からさらに調節していくようにすると乗れる感じです。おロールもめちゃでかいです。思いっきり車体が傾きますね。トヨタ車らしいといえばトヨタ車らしいんですけど、私がイメージしているこうふわふわ感はやっぱりあります。プログレに10年乗っていたんですけど、プログレ自体はとってもいい車で、しかも3リッターだったので、小さい車体に3リッターのエンジンを積んでいるので、すごく楽に取り回しができたんですけれども、マーク X はそれより感覚的には1段落ちる車かなという、そんな気はします。ふわふわしていながらでも何かゴツゴツ感があるんで、おそらくもう古いのでショックアブソーバーがダメなのかなという気はします。でハンドルの太さやハンドル径に関しては、これは自分が乗っているポルシェなんかとそんなに違いがないので、割としっくり握ることもできるし、それからシートポジションというかこう脇を締めて運転することができます。こうエアコンの吹き出し口なんですけど、この位置のものってエアコンの風が出てきた時に握っているハンドルの手を温めるなり、それから冷やすなりしてくれないとダメなんですけど、わずかに、手の位置に届かないというか角度が違ってる感じがします。このぐらいの道を走る分には、おそらくこの車 2.5 リッターだと思うんですけども、このぐらいのエンジンでいいのかなという気はします。個人的な好みから言うと、もっとトルクがあってほしいんですけれども、まあ、世の中そんな人ばっかりじゃないので、一般的にはこれで十分かなという気はします。この感じですね。このゼロ発進した時にウォーンと言って車が前に行ってくれない感じ、これはちょっとやっぱり気になってしょうがないんですけど、まあ自分の車じゃないんで、逆に普段こういう車にしか乗っていない方がスポーツカーに乗ると、アクセルがシビアすぎてちょっと乗りづらいように感じるかもしれないです。
ギクシャクするという点もそうですし、ポルシェのようにアクセルが重い車に関してはこの車踏まな進まへんやんという、まあ、当たり前なんですけど、そういう感じがすると思います。ポルシェのアクセルって力をちょっと込めないと踏めないんで、ちょっとこのエアコンの吹き出し口の位置の悪さがちょっと気になります。それとうちの家内が乗っていた MPV もそうだったんですけど、この車も私がシートポジションを自分の理想的なポジションに取ろうとするとハンドルが邪魔になってこの辺のスイッチ類が見えないです。なので一般的な方はこれが見えるような位置に座るんでしょうけど、かなり背が高いか、あるいは足が長いか、まあどっちも一緒か。これ自分が悪いですね、足が短いので。エアコンはトヨタ車らしくよく効きます。この辺は日本の車ってとってもいいなと感じます。車って面白いもので、レンタカーでもそうなんですけど、乗り始めた瞬間は自分の車との違いに、あ、こんなことなってる、こんなことなってるっていろんな発見あるんですけれども、こうしばらく乗ってるとこの乗り方に慣れてくるんで、今何も思わなくなりました。こういう上り坂も あらかじめ踏み込んである程度のスピードに乗っていると特にストレスなく上がることができるということに気がつきました。めっちゃエアコン効くなこれ。あ、この道走っててちょっと気がついたのは頭が左右に揺れます。車がフラフラフラっと左右に揺れてるのが分かります。これはうちの妻の BMW X3 も同じなんですけど、重心高が高いのか何なのか、まあ X3 の場合は明らかにそうなんですけれども、頭が左右に振られます。これはパナメーラでこれはないですね。この動きは同じようなアイポイントの高さだと思うんですけど、パナメーラとこのマーク X 明らかに頭が左右に振られて揺さぶられてるのが分かります。割と細かく頭が動かされますね。なんだこれ、これ助手席に乗ってたら酔いますね。この車の問題なのか車種の問題なのか、もう古い車なんで経年劣化でいろんなとこがダメなので、そのせいもあるんでしょうけれど、これはちょっと試乗しただけではわからない部分ですね。うらら。ちなみにプログレに10年乗っていたんですけど、プログレ乗ってる時はハンドルはもうここでもなくここでもなく一番下で膝とハンドルの間に手を入れておいて、太ももの膝というか太ももですね、太ももの上に手を乗せて、でハンドルをちょっとだけ親指と人差し指で挟んでおいて、で運転すると、こうすると肩も凝らないんですけれども、とっさの時には反応できません。ただトヨタの車ってそうやって乗るような、そんな動きする気がします。まあ私だけかもしれませんけど、こういうとこですね、坂を登るときに踏み込んでもワーンと音がするんですけど、車がそれについて動いていないという、軽自動車もこんな感じがします。まあ、軽自動車は平地でもそれが起きるんですけど、あ、路面がスムーズになると頭が振られるのがなくなりました。ある程度スピードを上げてから、ブレーキを踏むと、スポーツカーだとカクン、まあ、カクンとまではいかないですけど、ギュッと止まっていくんですけど、これスーッと止まるので、
後ろの席に乗っている人なんかにとってはこういうブレーキの効き方の方が多分いいんだと思います。そう考えるとスポーツカーっていうのは乗せてもらう車じゃなしにあくまでも運転手の自己満足のための車かなと思います。このスポーツカーと対極にあるこういう車にたまに乗るとすごくいろんな発見があって面白いです。まあ、発見というかもちろん長いことセダンに乗っていたのでそれはわかるんですけれども、しばらく乗っていなかったのでこの違いは面白いです。まあ、面白いというか新鮮な感じがします。今日はこの車で高速道路に乗る予定はないんですけれども、機会があれば高速道路でちょっと走ってみたいかなとも思います。窓が汚いのが気になるな。車を買うときに試乗することがあるかと思うんですけれども、やはりある程度の距離乗らないとやっぱり分かりにくいですね。いろんなシチュエーションがある方がよりその車の情報が得やすいのと、当たり前ですけどちょっと乗っただけでその分からない部分っていうのがたくさんあるということに気がつかされました。今以前 BMW の 335i を買うときに試乗もちょっとさせてもらったんですけれども、その時気がつかなかったんですけれど、自宅に納車されてから乗ってみると、あ、 BMW のハンドルってこんなに切れるんだ、こんな切れ方するんだという、そのサクッとした切れ味に納車後に気がついたことがありました。あるいはアウディの A8 は吉祥寺の方まで行って、武蔵野市だったかな、そこで買ったんですけど、その時もその辺の住宅街を、試乗させてもらったんですけど、その時には気がつかなかったことがあったんですが、高速道路に乗った時の抜群の直進安定性の良さとか、その逆にドライブウェイに入った時のあまりの曲がりの悪さに、まあ、あまりのというかホイールベースも長くてまっすぐ走るための車なので、そんなところへ走って、文句言う方がおかしいんですけども、後から気がつくことって多いです。このマーク X なんですけど、こういう道を低速でというのは一定のスピードで走ってる時には全く問題がない車かなと思います。まあ、問題といえばちょっと語弊があるんですけれども、例えば日常生活はもうずっとこの車であると、でセカンドカーも持たないというのであれば、個人的にはちょっとと勘弁してほしいという車ではあります。でも決してダメな車ではなく、いや車ってそんなキュッと曲がってキュッと止まっててそんなもんを求めてるんじゃないんだという人にはすごくいい車かなと思います。まあ古いんですけれども、逆にこういう古いセダンって安く買えるので経済的には、まあ燃費を別にすればいい車、あるいはいい選択かなとも思えたりします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。